はい、米沢泉のフィールパイン TV、本日もですね、職場の昼休みに、恵比寿にあります、川沿いのね、公園から、収録ということでございましてね、今日ですちょっと仕事が立て込んでいるので、仕事先からね、今日の旅行夜行バスで、直行するということでね、よって、三脚をね、明日明後日の収録用に三脚を持ってきているので、それを持ち出してね、今日は、はい、両手が空いておりますということで、ね、いつも会社で撮るときはね、こう手持ちでこうやって持って撮ってたんですけどね、それがなく今日は三脚ということで安定して収録ですが、ちょっと風がね途中風切りをするかもしれません。ちょっとそろそろね、ちゃんと風の中でもね、屋外の収録的にマイクも買いたいんですけども、ということで、お送りいたします。ということでですね、申し訳ないです。昨日ですね、ちょっと心折れる事件が発生してしまいですね、ちょっとダメージが大きくて、立ち直れなかったんですけど、なんとかね今日昨日お休みしたんですけど、今日お送りしますということで、本日ですね、東京近郊間の大回り、別に東京でなくてもいいんですけどね、大都市近郊間の大回りにつきまして、ちょっと話をしてみたいと思います。はい、ということで、本日大都市近郊間の大回りで、定期券で回れるか問題というのがですね、急に勃発しました。今渋谷区のコミュニティバスを横を通ってきましたね。はい、大回りでですね、定期券で乗れるか問題というのがありまして、これは結構ですね、私の古い知識だと、未解決問題だと思ったらですね、特に世の中ではこれ解決問題というふうにされているということで、ちょっとその辺のね、自分の認識悩まれも、訂正も含めてですね、ちょっとお話をしたいと思います。でなんでこの話になったかというとですね、私も親しくさせていただいています鉄道アイドルの、小島光美さんという方がいらっしゃって、彼女がですね、あさって日曜日高円寺パンディットでですね、鉄道模型のイベント N ゲージナイトというですね、要するに飲みながらですね、鉄道模型の線路を敷いて、そこで飲みながら、めでると走行をめでるっていう素晴らしいイベントで、私も何回かね参加させていただいてるんですけども、今回は今晩からね、京都に行くということで、参加できないんですけども、そのですね、三つ美がですね、その夜の鉄道模型イベントの前に、昼にですね、新宿に集合してですね、そこから大回りして高円寺まで行こうと、で高円寺でゴールしたら、その後夜の鉄道模型イベントに出ようと、みんなで行きましょうっていうことだと思うんですけども、その際にですね、参加の注意として、乗車券を買ってくださいというふうにね、三つ美が呼びかけているということで、全く正しいんですけど、で逆に定期券で大回りできないのか、できるのかっていうね、問題が当然出てくると思うんですよ。で、私は余計なアドバイスね、どちらも参加できないのに、余計なアドバイスをしゃしゃり出て、しまいですね。その結果、定期券で乗れるのか乗れないのかということをちょっと改めてちゃんと真面目に調べて、今日お話しようと、本当は昨日だったんですけどね、お話しようということで、今日のこのオンエアになっております。はい。ということです。まずですね、そもそも大回りとは何ぞやということをね、簡単に復習しておきたいと思います。はい。大回りというのは、これは、要するに、東京と大阪と福岡と、それからなぜか新潟と仙台にね、設定されています、大都市近郊区間というのがあって、この大都市近郊区間内走行発着の乗車券に関しては、券面に書かれた経路以外の、ルートで乗ってもいいよと。いうことになってて、これをね、通称大回りと呼んでいます。実際に大回りしなくてもいいんだけども、つまり、最短経路、あるいは最安値の経路で乗車券を買っておいて、実際にはそれよりもかなり大きくね、迂回するような形で、散々乗り回したとしても、これですね、実は、運賃は元の安いままでいいよというのが、大回り乗車というものの、大体趣旨ということになると思います。で、この、こんなことをやっていいのかって話なんですけども、まずですね、乗車券の原則っていうのは、まずですね、確認しておきたいんですけども、これ普通の乗車券、特急券とかじゃないんですよ。普通の、いわゆる片道乗車券とかね、往復乗車券とか、そういう乗車券っていうのは何を、そもそも何なのかってことなんですけども、これに関してはですね、例えば、今回の場合で言うとね、新宿から高円寺っていう切符を買ったとしますよね。指定席券売機で買えばね、何円っていう切符じゃなくて、ちゃんと新宿、それから新宿高円寺って出ますからね。それを買ったとしての話なんですけども、これはつまり新宿駅から高円寺駅まで、輸送してもらう、鉄道事業者に、JR に輸送してもらう権利を証明する証券だと、いうことなんですね。はい。で、その権利っていうのを、要するに行使するかしないか、権利放棄してもいいんですけど、普通は権利を行使すると。で、行使するってことは、つまり新宿から、高円寺まで乗るってことなんですけど、この時ね、切符の経路に中央東って、書いてない場合もあるんですけども、中央東なんていうね、経由が印字してあることがあります。これ中央東線ということでね、東京から、塩尻までが、
まあ、中央東線で塩尻から、まあ、名古屋までが、まあ、中央西線というね、通称なんですけども、マルスの中にはね、そういう路線名で収容されているということなんですけども、この前この中央東線って経由が書いてあるってことは、つまり、新宿から中央東線を経由して、それで高円寺まで運んでもらう権利の証明が、まあ、その乗車券ということなので、当然これ、ね、原則からすると、中央東線以外に乗ったらダメよってことになりますね。まあ、例えば、例として、新宿からね、埼京線で、武蔵浦からこう武蔵野線でヒュッと、西国分寺、そこからまたこうヒュッと高円寺まで中央線と、まあ、こういうねルートで乗ったとしましょう。でこれ当然ながらね、その武蔵野線や埼京線に乗る権利は、その新宿から高円寺というね切符にはないので、まあ、これ乗れないというのがまあ原則ということになるわけですね。まあ、ところがですね、まあ、当然その大回りができるっていうのはもう皆さんご存知なので、まあ、当然それね例外があるんでしょって話なんですけど、まあ、実際あります。そしてそれは何かっていうとですね、選択乗車と言われる制度です。旅客営業規則の第157条の2というところに規定されております。はい、まあ、ここの、テロップ出しますけどね、まあ、どういうことかっていうと、つまり、普通乗車券や、普通回数乗車券、回数券ですね、これの場合はですね、県弁以外の経路で乗ってもいいよと、まあ、いうふうな、まあ、規定になっていると、まあ、いうことなんですね。で、まあ、ついでに3番目にですね、非常に重要な規定があって、まあ、途中駅において下車した場合は、まあ、区間変更として扱うという、まあ、これ非常に重要な規則なんですけど、これがないとですね、この制度やばくなっちゃうんで、まあ、そういうふうな規定があります。まあ、これどういうことかっていうと、選択乗車っていうのは、もともとは本来はね、例えば江ノ島に行くときにね、あれですよ、確か昔あったと思うんです。今はないですよ。ないんですけど、江ノ島まで行くのに、まあ、江ノ電使っても、小田急使ってもいいよみたいな、まあ、そういう選択乗車が確か昔あったと思うんですけども、なかったらごめんなさいね。はい。つまり、まあ、要するに、輸送が一時的にね、工場的にやって一時的に輸送がめちゃめちゃ増えるような時にお金もいらないから好きな方乗ってってことにして、まあ、旅客をさばくみたいなね、まあ、そういう趣旨だったっていうのがあります。あともう一点は、今新幹線で、まあ、新材がね、別の駅があるようなところでどっちを通ってもいいよっていうのも、まあ全国にね多数設定されてるってことなんですけど、まあ、そういう選択乗車っていうのは、つまり本来の経路とは別の経路に乗ってもいいよという、まあ、システムになっていまして、まあ、まさにこれがその大都市近郊区間でね、そのルールとして使えるようになっていると、まあ、いうことでございます。つまり先ほどの例で言えば、まあ、新宿から、まあ、高円寺っていう切符をね、まあ、買いまして、当然中央東線って書いてあるんだけども、その中央東線以外の経路を通ってこう乗ってもいいよっていうね、まあ、そういう趣旨として、まあ、これは、制定されているので、まあ、まさにこの157条の2がですね、大回りしていい根拠になります。そして、まあ、この3の規定はどういうことかっていうと、これ簡単な話で、新宿から高円寺までの切符でですね、ぐるっと選択乗車しましたと、大回りしましたと、言ってて、いや私のちょっとその大回りの途中でこれちゃんとね、今乗れる切符で、じゃあ、まあ、とりあえずですね、じゃあ、まあ、新座あたりでですね、まあ、これ権利放棄するわと、つまりこれ経路ね、正しい経路で乗ってるんだけども、まあ、その途中の経路で降りるわと、ね、これ経路の途中で降りるから権利の放棄で、お金払わなくていいでしょって、まあ、言われかねないわけですね。まあ、それを防ぐための条文がこの157条の3ということになりまして、つまりその、迂回乗車中のね、選択乗車中の経路の途中の経路で降りたら、そしたらそれは区間変更とみなす。つまり、新宿から高円寺の乗車券をその新宿から新座までっていうね、そういう経路に変更したとみなすという、まあ、規定で、これでですね、これをやったらですね、みんな大回りの途中ですって言ってですね、最低運賃で乗れちゃうんじゃんってなってて、まあ、それを防ぐためのね、条文がこの157条の3ということになっています。はい。まあ、このセットでもって大回りとかできることになってるんだけども、まあ、ここで見ればわかるんですけど、まあね、これ普通乗車券と普通回数乗車券って書いてあるんで、まあ、つまりこれ、定期券はなしってことですね。まあ、定期券がここに出てないっていうことは、定期券は原則通りで、まあ、経路通りにしか乗れないから、定期券でやることは無理と、まあ、いうことになっているわけでございます。はい。はい、ところが、まあ、微妙な問題になっているのが、じゃあ、例えば、新宿から中野まで定期券持ってて、で、その中野からですね、これが、高円寺までは、まあ、定期券がないと。じゃあ、これ中野高円寺間の切符をあらかじめ買っておくとか、あるいは乗り越し生産をするとかね、そういうことで大回りができるのかっていう、まあ、話なんですけども、まあ、これもですね、実は、まあ、できないというふうに、まあ、結論付けざるを得ないわけですね。なぜかというと、この場合は、まあ、2枚の乗車券の併用ということになるので、この157条のね、2によると、これはまあ併用となるものも含むとなっていて、これはつまり分割乗車券で大回りすることができるっていうことですよね。例えば上野から
大宮までね、乗るときにこれをそのまま買うよりも川口駅で分割して2枚の乗車券した方がまあ安くなるんですけどね、乗車券分割テクニック、まあ、去年の末に喋りました。で、その分割をした切符を併用して、東京から大宮まで行くのにぐるーっとなんかどっか変なとこ回っていくのね、これ全然ありなんですよ。で、これなぜかというとこの157条にちゃんと併用となるものを組むと書いてあるので、ね、いいんですけども、でもしかしこれ乗車券 と、定期券の併用っていうのは当然これね、併用っていうのはつまりここに書かれている普通乗車券および普通回数乗車券の併用ということしか認められないので、これ定期券ではダメというふうになってしまうと思います。ちょっと昨日ですねツイートでこれできるって申し上げちゃったんですけど嘘でございます。申し訳ございません。これはダメというのが原則だったと思います。まあただ実際の扱いとしてはどうなんですかね。まあこれなんか普通にちゃんと扱われる普通に大回りできちゃう気もするんですけど、まあ規則上はダメだっていう、まあ、判断だというふうに私は思っておりますので、その辺よろしくお願いいたします。はい。で、ここまで話してきたのは全部紙の切符の話ですね。まあ、あるいは、まあ、磁気定期券も含みますけどね。まあ、紙の切符、あるいは、その、スイカじゃないやつ、要するに IC カードじゃない切符の場合についての話でした。じゃあ、今度ね、IC カード乗車券の時はどうなのかということも話をしたいと思います。で、これ実はですね、IC カードってのは非常に特殊な、本来の明治以来ね、日本でこう伝統としてこうね積み上げられてきた、まあ、伝統とか前例ですね、積み上げられてきた乗車券の原則をすべてこれが覆してしまうのがこの IC カード乗車券ね、スイカみたいなものです。定期券はそうじゃないですよ。定期券はそこまでではないんですけども、今一般の普通のスイカのね、定期券じゃないスイカのことを言っています。これね、実はまあ有名な話としてね、振り替え乗車ができないとね、まあ JR 線がとか止まっちゃった時に、普通の紙の切符だったらね、まあ協定を結んでいる私鉄の線にね、振り替え乗車ができるっていうのが有名だと思うんですけど、この振り替え乗車がですね、実はこのスイカでできないんですね。で、まあイコカではできたんですけど、やっぱりこれも原則だと曲がってるってことで、まあできなくなったと、まあ、いうことでね、まあスイカはもともとできないんですけども、これなぜかをちょっと考えてみたいと思います。先ほど申し上げたように乗車券っていうのがまあその駅から駅へ輸送してもらう権利をね、まあ、証明する、まあ、証券なんですけども、このスイカの場合何が起こっているかというとね、まず乗車ってどういうふうに、まあ、乗車の定義もちゃんと規則書いたんですけど、ピッて自動改札にそのスイカをタッチした時に、でそのタッチが成功した時にいくらも乗車の開始ということになるんですけども、まあ、よく考えてください。乗車券というのは、目的駅が決まっててそこまで輸送してもらう権利があるということを証明するものです。ところがスイカでピッてやっただけだとその時点で念力を機械に送り、ね、念力を送れてかつそれを機械が受信できるっていう特殊能力がない限りはこれピッてタッチしただけじゃそのどこ行くか分かんないじゃないですかね。これはそもそも、これまで明治以来の乗車券の前、まあ存在する前提が完全に覆っているってことなんですね。どこの駅まで運ぶって決まってないんですからね。そのどこの駅まで運ぶって決めて輸送するのがこの乗車券の原則のことに、その決まってないっていうことはもうそもそも根本的に IC カード乗車券はこれまでの日本の鉄道のルールとはもう一回逸脱したものだということ、まあ逸脱というか乗り越えちゃってるものだということなんですね。そして振り替え乗車がもう認められない理由はもう、まあ、非常に分かりやすい話で、目的地が分かってないのに振り替えも減ったくれもないでしょっていうことに尽きるんですよね。で逆に言えばね、IC カード定期券の場合はこれはその定期券区間っていうのがちゃんと直で記録入ってるし、まあ、表面にも印刷されてるんでね、ということなんで、この場合はちゃんと輸送のが決まってるわけですよね、期間が。だから定期券区間に限っては振り替え輸送してくれるということでね、まあそういうふうに、つまり IC カード乗車券で、スイカで振り替え輸送してくれないというのはまさに目的地が決まってないから振り替えもないよ、振り替えも何もないよねっていうところに、まあ、起因しているということなんですね。まあこれは前提です。そして、当然ながらじゃあスイカで降りるときタッチすると運賃が引き落とされるんだけど、この時ね、どういうふうに乗ってきたかっていうことは、つまり決まってないわけですよ。紙の切符だとあらかじめ経由が印刷されてたり経由が書かれてたりするので、まあその通り乗んなきゃいけないし、まあ、逆に大都市近郊管内総合発着ではその通り乗らなくてもいいよと選択乗車ができるよっていうシステムになってるんだけど、まあ、そんなのも減ったくもないわけで入場記録しかないんですから、よって、これで出場するときにピッてタッチして引き落とす運賃というのはこれは原則として一番安い運賃を引き落とすというシステムにするしかなかったってことですよね。はい、ということになります。そしてこのパッピッてタッチしてこう引き落とすしかなかったということが、まあ前提になって、大回りもできてしまうということですね。つまりこの場合はですね、紙の切符で大回りをするというのは、旅客営業規則第157条が根拠なんですけども、このスイカの定期券じゃないね、スイカで、大回りをするというのはそういう問題ではなくて、どんな経路で乗って
ったかどうかっていうのはもう輸送中に分かんないと。で、出場するときに引き落とす額はとにかく経路に関わらず最短運賃であるっていうことが決まってるだけなので、よって、自動的に、まあ、選択乗車ではなくて自動的にどういう風な経路で乗ってるももともといいようになってるから、大回りができると、まあ、いうことになってるんですよね。はい、いうことがちょっとポイントになってると思います。で、一方でですね、じゃあスイカの定期券で大回りができるのかっていうのは、これがね、長年こうずっと問題になってたんですよ。どういうことかっていうと、まずですね、定期券区間外、さっき言った例えば新宿から高円寺まで乗るときに、新宿から中野までスイカ定期券を持ってるとします。で、これで、高円寺で、降りるってことにして大回りをするのは、これはOK でございます。これはもう昔から大丈夫というね、未解決問題でも何でもない、もう完全に OK でございます。これはですね、つまり乗り越す場合は、とにかくその定期券区間で最もを含んで、その定期券区間から外れるところからの最短で計算するみたいなね、実際にそうなってない例がございますので、非常に難しいんで、それはまたね、ややこしいので、回を改めてまた後日やりたいと思うんですけども、まあ、原則としてはね、その定期券区間にはみ出した時の運賃を引き落とすということになっているわけです。はい。で、その根拠はですね、このスイカの場合はこれね、旅客営業規則じゃないですよ。だって旅客営業規則、さっき言ったように、乗車券というのは初駅から着駅まで輸送してもらう権利を証明するってことなんですから、それがない以上ね、スイカ乗車券というのは、スイカというのはこれは当然旅客営業規則の範囲を超えているものなので、当然これは別の規則がございます。で、それは何かっていうと、IC カード乗車券取扱規則と、まあ、いうものがございまして、そこのですね、39条にですね、これ書いてあります。はい。何が書いてあるかっていうと、これもまあここに出してありますけども、はい、まあ追加定期乗車券の券面表示区間と区間外をまたがって乗車する場合は、まあこれはですね、別途乗車として、さっき出てきたやつですね、別途乗車として扱って、それで出場駅において、まあ、その最短前乗の規定よりところ前の方にね、最短運賃引き落とすって書いてあるんだけども、まあそれを引き落とした上で、まあどう乗ってもいいよってことがまあ書かれているわけです。よってさっきの、紙の定期券ではダメだと言っていた、途中まで例えば新宿から中野までの定期持ってて、新宿から中野から高円寺までを乗り越すってことで、こうぐるっと全然その新宿中野から乗らないでぐるっと大回りすることは、これはもう合法であるとね、スイカ定期券の場合は合法であるということが、まあ、はっきりこの39条に書いてあると、まあ、いうことなんですね。ところが問題は、じゃあね、新宿高円寺を含む定期券持っててそれでも大回りしていいのかってことなんですよ。これですね、非常に微妙な問題です。なぜならば、さっき言ったように定期券っていうのは区間によって運賃変わるんですよ。で、その運賃変わる状態でちゃんと、定期を買ってるわけですから、経路が指定されていて、その経路以外に乗っちゃいけないはずなんですよ、本当は。ところがですね、まあシステム上無理ですよね、これね。はい、いうことで、実際にですね、これ、まあ、規則のことを抜きに実運用を先に言うと、どうもこれね、東日本に問い合わせると、まあ、大回りしていいというふうに、まあ、東日本お墨付き出してるようです。はい、ただですね、その規則が分かんないということなんですね。はい、まあ、一応ですね、定期券区間内で乗るときの規則に関しては、まあ、一応ですね、この、IC カード乗車券取扱規則の第41条に出ておりまして、まあ、スイカ定期乗車券は券面表示区間外であっても同一の取扱区間内にある駅相互間であれば前乗の規定を順用して、乗車することができますと、まあ、いうことですね。はい、まあ、この条文が非常に、まあ、これ昔なかったんですよ。なくて、この条文がどうも、この第41条っていうのが、まさに、スイカ定期券で大回りしていいという根拠であるという説もあります。ね。つまり、券面表示区間外であってもってことは、つまり、このね、スイカ定期乗車券の券面表示区間って、つまりその定期券買った区間ですよ。まあ、例えば新宿高円寺で定期券持ってたとすれば、まさに新宿高円寺間ですよ。で、その新宿高円寺間で、この券面表示区間外に乗るということが、順用して、まあ、前条の規定40条っていうのは、これは、まあ、スイカ乗車券のね、まあ、片道乗れるとか、まあ、普通のことが書いてあるんですけども、まあ、これができますよと、まあ、いうことになって、いるわけです。そして、まあ、そのね、まあ、乗車経路が環状線一周とならないときは、IC カード乗車券は環状一周対応してなくて、一周の手前までしか乗れないんですね。ここが紙の切りと違うところです。なんですけども、まあ、この場合は、まあ、経路いずれにも乗車できるって、まあ、この第40条の第2項に書いてあるということですね。いうことなんですけども、まあ、これで乗れるっていうことがですね、この第41条で順用するって書かれている以上、まあ、これをもって、スイカの定期券区間内でも大回りができるんじゃないかっていう、まあ、説が出ているわけですね。はい。まあ、ただですね、まあ、そうするとこの、券面表示のこれ何なのっていうね、
さっき言ったまあ解釈だと、つまりそれはその、例えば新宿高円寺の定期券を持つ追加定期券を持ってたとして、その新宿高円寺で大回りするも含むんじゃないかっていうのもありますけども、まあそういう説だったんですけども、まあこの券面表示区間外っていうのが実はそうではなくて、新宿高円寺の定期券だったらその、例えば阿佐ヶ谷まで乗るみたいなね、それのことを言ってんじゃないかっていう、まあ、解釈も成り立つわけなんですよね。だからこれやっぱり結局その大回りできないんじゃないかっていうね、まあ、説も出てくる。まあこの例で言えば、さっきの例で言えば新宿中野の定期券持ってて、まあ乗り越すのはいいんですけども、新宿公園でそれはつまりこの定これそのね新宿中野の定期券を持っていて高円寺まで乗り越すっていうのがこの券面表示区間外の意味じゃないかっていう、まあ、説もまああり得るわけですよね。まあなのでここら辺はまあグレーゾーンじゃグレーゾーンなんですけど、ただね、現実に東日本がね、にお問い合わせしたら、そしたらそれでいいって言ってんだから、まあいいってことなんでしょう、多分ね。ということで、まあ私もこのいいっていうことをね、まあもうちょっと知識が古かったんで、これグレーゾーンだと思ってたんですよね。昔言われたのこの条文がない時代があって、まあその話だと、まああれですよね。つまりお金を払ってないのになんでそう、お金を払うことによって効力が確定するのに、まあ、つまり出場するときに効力が確定するってことです。普通のね、スイカの定期券じゃないやつはね。まあ、その お金を払ってないのに、勝手にこの契約を変えていいのかっていうね。まあ、そういうふうなことで疑問に思ってたんですけど、まあ、まあ、これは解釈によってはね、白。で、解釈によっては、まあ、白に、グレー、白に近いグレーと、まあ、いうことなんでね。まあ、定期券で乗ってもいいんじゃないか説もありますけど、まあですね、念のため、新宿高円寺を、まあ、完全に含んでいる定期券をお持ちの方は、念のため切符買った方がいいなというふうに、まあ、思う次第でございます。はい、それからともう一点ですね、三民から質問を受けてまして、まあそれはですね、たまにね、大回りしてると、改札が閉まる現象っていうのがあります。これ何かというと、まあ入場してから一定時間経過すると、まあ、出場できなくなるというね、正当な切符、紙の切符であっても、あるいは正当な IC 乗車券であっても、出場しようとするとピンポーンって閉まるっていう、まあ、いう説があります。で、私ですね、まあ、よく押し上げ、引き船館ね、これを東部で初乗りですけど、まあ、どちらも一応徒歩圏内なので、大回りするときに押し上げに乗って引き船で降りるとかね、まあ、引き船で乗って押し上げ降りるってやってるんですけど、これも7時間乗ろうが10時間乗ろうが、これで私、東部の改札が、いや、東京メトロの改札が、閉まったことはございません。ただ、私も一応経験があって、それは JR 九州ですね、JR 九州で最長大回りってね、JR 九州の場合、豊肥本線とかの、まあ、イコカじゃなくて、なんだっけ、スゴカか。スゴカエリアからはみ出しても乗ってもいいよっていうね、大回りで乗ってもいいよっていうのが、まあ、何個か設定されてますので、まあ、それでめちゃめちゃ大回りをして、まあ、降りようとしたら、まあ、ピンポーンと閉まったと、いうことが一度ございましたね。はい。ということなので、確かにこれを実装されている駅がね、大回り区間内にあることは確かですよ。ね。で、これはですね、どうも、適当に、改札機にの設定で変えられるみたいです、これね。一定時間経ったら閉めるかどうかっていうのは、まあ、この設定で変えられるようでございます。ですのでですね、まあ、仮に閉まったとしても、私実際 JR 九州の駅でやりましたけども、実際に、まあ、単に係員さんに堂々と説明すればいいだけなんですよ。ね。ということなんで、そこは何の悪びれることもなくやっていただきたいということでね。その時はもちろん、今節丁寧に説明した方がいいと思います。紙の切符の場合は、旅客営業規則第157条の2に出ている選択乗車をしましたと言えば完璧だと思います。まあ、そんな規則を、まあ、駅員さんが知らない場合が多いと思うんですけどね。まあ、そこが国鉄と違うところと、いうことですね。はい。で、まあ、一方で、IC カードでね、乗るときは、別に特に何も言わないで、まあ、選択乗車とは言わないで、まあ、この IC カード、乗車取扱規則の第38条、この8条に基づいて、この定連ではない区間で乗りましたと、まあ、言ってください。そうすれば問題ないと思いますということで。ぜひそういうこともやってみていただきたいというか、むしろ高円寺駅で閉まるかどうかをぜひ紙の切符と IC と両方でぜひレポートしていただけると非常に助かります。はい、本日のオンエアいかがだったでしょうか。まあ、大前乗車についてね、規則の紹介をしてみてましたけども、まだ IC カード乗車券にはたくさん闇がありますね。まあ、例えば、まあ、寄居駅みたいなね、途中に中間改札なくて簡易改札だけ置いてあるところで、タッチしないで乗り換えていいのか問題とかですね、これも闇が深いです。あと、まあ、ちょっと途中で話をしたね、なぜか定期券で、乗り越しをした時に雪と帰りで同じ経路で、乗り越したのに運賃違うとかですね、闇がたくさんあるんですよ。まあその辺の闇についてこれからまたね、少しずつ何回か分けて取り上げていきたいと思います。ということで皆様、あさっての三菱のね、大回り乗車イベント、そしてその夜の高円寺パンディットで開かれる Nゲージナイト、ぜひともご参加をよろしくお願いします。